男性から宝物のように大切にされる女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また不定期でありますが LINE アット公式 LINE でも様々な情報を配信しています。下の概要欄説明欄に LINE アット公式 LINE へのリンクが貼ってありますので合わせてご登録ください。男性からいつも宝物のように大切に扱われる女性はいる。そしてそういう女性には共通する特徴があるんです。今日はその代表的なものを7つご紹介をしていこうと思います。男性がね、女性に対して接するときにどんなふうに考えたりとか、どんな思考パターンを持っているかという話についてはこういうセミナーの中でもね、ご紹介をさせていただいたりもしています。こちらに画像出ていますが、日程場所下の概要欄説明欄にリンクが出ていますので、そちらからね、日程場所をご確認いただくとか、こちらにも同様のリンク出てますから、こちらの方からね、ホームページご確認いただければいいんだけども、今日は男性にとってね、こういう女性とお付き合いをすると、その女性のことを本当にね、宝物のように大切に扱ってしまうよね、そういう付き合い方をしてしまうよねという、女性の特徴、代表的なものをご紹介していこうと思います。もちろんここでご紹介した話、全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。これも下の概要欄説明欄にリンクが出ていますので、そちらからホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。ということで今日は男性が宝物のように扱ってしまう女性の特徴ということで7ついきたいと思いますが、そのうちの1つ目はこちらです。はい、自分で自分を宝物のように大切にしている人は大切にされるんですよね。逆に、自分で自分を大切にされない方というのはあまり大切にされないことが多い。だって自分を大切にしてないんだもん。それは周りの人もね、あ、この人大切にしなくていいんだ、あ、そういう扱いでいいんだっていうふうにそれは思ってしまいますよね。私どうせこんなやつだからとかね、いや僕なんかどうせこんな人なんでみたいなふうに言っていて、自分で自分を傷つけるような行為、態度、振る舞いをしている人を周りの人は大切にするかって言ったら、だって自分でそうしてんだから、じゃあそういうふうにしていいんだっていうふうにそれは思ってしまう。こんな話をね、よくこのチャンネルでは差し上げてるんですけど、扱ってるね、ご自分のペン、ボールペンですよ、それをその辺にゴロゴロってね、雑に転がしてるような人のボールペンを誰かが借りました。じゃあそのボールペン大事に扱うかって言ったら、大事に扱わないじゃないですか。そう扱っていいんだなっていうふうに思うから。一方ですごくね、大事にボールペン扱っていて、本当に使い終わるたんびにさ、布でキュッて拭いて、ちょっとね、高めのペンケースにキュッとこうしまうような素振りを見せていると、あ、すごく大事なボールペンなんだな、だからそれを借りようとは思わないけど、万が一借りることがあればすごくね、丁寧に扱って、そして丁寧に返そうっていうふうに思うじゃないですか。そういうもんだと思うから、あなたが彼に対してだけではなくてね、いろんな場面でさ、自分をこう安く扱ってしまっているとか、安く見せていると、結果的にね、そういうふうに見えてしまうことが多い。特に男女間の問題で言うならば、私にとってはね、あなたしかおらんのだとかね、私みたいな女と付き合ってくれる、あなたがいてくれてありがとうみたいな、そういうちょっとこう下から入って自分を安く扱うような接し方をすると、結局お相手もね、あ、じゃあそういう扱いしていいんかっていうふうに思ってしまうことがある。それは男女逆にしても同じ話だから、まずね、こうやっぱり自分を大事にできているかどうか、自分の譲らないところは譲らない、自分がね、プライド持っているところはそのプライドをしっかりと守っていく、そんな生き方考え方を持っていると大切にされるというお話でした。そして2番目はこちらです。はい、足りないところをね、補い合える関係を作れるお相手のことは大切にそらするよねという話です。これも男女の話に限らず、人間同士みんなそうだと思うんですけど、自分にとってね、足りないものがあります。それを誰かが補ってくれます。それによって自分の力をね、100だったものを120、150に上げることができるんであれば、その人との関係ってね、大事にしていきたいじゃないですか。例えばですよ、例えば営業が得意な男性がいました。でも事務処理能力がすごく苦手なんです。事務処理能力がないんです。一方で事務処理能力のある男性がいました。彼はものすごくね、営業は苦手なんです。しかし事務処理能力が高い。この2人が組み合わされば、それはね、それぞれ
専門領域に力を発揮することができる。苦手なことについてはあんまり考えなくていいから、仕事の効果としてはものすごく大きなものになっていくわけですよね。もちろんこれは仕事ということだけではなくて、プライベートの、ね、関わりでも全く同じでさ、自分にとって、まあ、ちょっとこういう分野苦手だなとか、こういうところで自分ちょっとメンタル弱いなっていうところで、まあ、そこでね力を発揮することができるお相手、そしてその人がまた力を発揮できない場面で自分が力を発揮することができるというような関係、その人の役に立てるという、ね、実感が得られるし、そしてその人に役に立ってもらえてる、その人に助けてもらえてるという実感も得られる。お互いがお互いにとってメリットのある関係なんですよね。だからそこはまあ好きとか嫌いとかというよりはどちらかというと実利という意味でね、そういう人との関係が築けると、まあ、人生そのものが豊かになっていく、日常生活そのものがねより潤いをね増していくことができる。そういう関係って誰にとってもまあそれは大切に思うよね。失いたくないし、かけがえのない相手だなというふうに思うことがあるので、まあそれはだからあなたから見た時に彼がどんなことができるのか、そしてどんなことが足りなくてね、それに対して自分がねどんなことを補うことができて、そしてあなた自身の足りないところをね、まあ彼はどうやって補うことができるのか、彼にはそのためにどんなことをやってもらえるのかっていうことをちょっと考えながら、まあその辺ねカチッと噛み合うような関係ができたりすると、まあそういう人はね、あなたも多分その人を大切にするでしょうし、彼もあなたを大切にしてくれるという関係になるのではないでしょうか。さあ、そして3番目はこちらです。はい、言葉をね積み重ね合えるお相手なんですよね。言葉を積み重ね合えるというのは、要するに自分がね言いたいことを言える相手、そしてお相手も自分の言いたいことを言ってくれる。そこにつまらない駆け引きとか小細工めいたものは何もなくて、日常的にね会話を積み重ねることに対して違和感が全くなく、そして素直な気持ちで接することができる。まあ当たり前なんですけど、誤解やすれ違いがどこで起こるかというと、やっぱり言葉足らずなんですよね。あなたが発するべきことを言わない、彼も言うべきことをあなたに言わない、また言っていないことを勝手に妄想して、それに対して、まあ感情がね高ぶって不安や心配になってみたりとか、まあだったらその妄想が高まる前に聞けばいいだけの話なんだけど聞かない、仮にあなたが聞いたとしてもお相手もそれを面倒くさいと思って口にしないみたいなね、まあそういう関係になってしまうと、結局関係があんまりいいことになっていかないし、ストレスしかないんですよね。でもお互いがね自然に言葉を交わすことができる、思うことがあったら言える、聞きたいことがあったら聞ける、そして聞かれたことに対しても素直に答えられる、そういう関係が築ける。それは誰が何をやればいいかというよりは、どちらかというとね、こう相性に近いのかな、まあ、そういうフィーリングが合う人っていたりしますよね。まあ本当にね何か駆け引きめた何かをしてるわけじゃないんだけど、自然に言葉を積み上げられるというか、会話の間が合うというかね、まあ、呼吸が合うようなお相手っていたりしますよね。だからお互いねストレスがなくなっていくというのは、今言ったように言葉を積み重ねていくことによってね、お相手の本音がちゃんと分かるし、自分の本音も分かってもらうことができる、そして自分もね相手のことを理解してますよということをお相手に伝えることができるから、相互理解がどん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 深まっていくので、不安や心配がなくなっていくんですよね。だからある意味、まあ、いい意味で楽な関係を築いていくことができるので、まあ、そういう人との関係ってね、まあ、誰であれ、まあ、失いたくないと思うし、やっぱり大事にしたいと思うよねっていう話、まあ、なので、まあ、言葉のねこう間が合うとかテンポが合う人って大概みんなね大事にしたい、まあ、そういう人との関係がね深まっていけばいくほどその人にハマっていくという話、これもこういう動画の中でご紹介差し上げてます。こちらに画像があって、こちらにリンク先もあるので、まあ、このあたりもねちょっと合わせて見ていただきたいんですが、だからまあさっきも言ったようにね、これはどちらかというと相性の問題が大きいので、まあね、何をすればっていう話はないんですけど、まあ、心がけとしては極力ねやっぱりこう自分が思ったことや言いたいことは極力ね、まあ、あなたの方から言葉を発してあげるとか、またお相手がねやっぱり言葉を発しやすいように、あなたも相手に対して耳を傾ける、心をまあ寄り添うというおつもりで、コミュニケーションを積み重ねていくと、まあ、そういう関係ができていくこともあるよねというお話でした。さあ、そして4番目こちらです。はい、適度な緊張感をね、保つことができるお相手との関係ってみんな大切にしたいし、まあ、本当にね宝物になると、なぜならばこれはねもうあなたもよく分かってると思いますが、これまでね長続きしているお友達であるとか、まあ、本当にねこの人との関係って私にとっての宝だな、それは同性同士のお友達でも、先輩後輩の関係でもね絶対そうなんですけど、その人との関係を思い出すと適度な緊張感って必ずあるんですよね。しかし彼氏彼女みたいなね、また夫妻みたいな関係になってしまうと、その適度な緊張感がね
まあ、ガラガラガラと音を立てて崩壊するというか、普通だったらそこ飛び越えていかないよねという境界線をね、ポーンと飛び越えていく。いやだから友達にやんないことをさ彼氏にやるなっていうだけの話だし、まあそれは男もね、友達にやんない話をさ自分の嫁さんにすんなよっていうことを平気でやったりするわけじゃないですか。なぜか恋愛事になるとね、まあどうしても感情がね伴うのである意味仕方ないといえば仕方がないんだけども、まあねこういうことをやってくれて当たり前だとか、こういうふうに、まあ、俺の言う通りに動いてくれて当たり前だとか、よくわかんない期待感とか押し付け構えのね、感情のこうぶつけ合いみたいなことをやり始めると、まあ、結果的にね関係ダメになっていく、そういう関係をもう大事にしたいとさえね、思わなくなっていく。だからこそ適度な緊張感を保つこと、つまり男であれ女であれ人と人というね大前提の関係があると、まあ、そこをちゃんとしっかり守ることができるか、だからここは踏み越えちゃいけないよね、まあ、こういうことは人としてやっちゃあかんよね、友達には絶対やらないよねということをやらないような常識ある関係をしっかりと築くことができる。それはあなたがそういうふうにすれば彼も結局そういうふうにしてくれるわけだから、その緊張感を保つことができて関係をね長続きさせていくことができる。まあいい意味でだれないというか、まあなんていうんでしょうかね、こう緊張感なくなってねグダグダになっていかない。まあだからこれもこの話で差し上げたんですよね。まあ男と女である前にね、人と人であれ、お互いがねやっぱり尊敬し合える関係であれっていう話は、このチャンネルでもね一貫したテーマでもあるんですけど、こちらに画像があってこちらにリンク先もあるので、まあこの辺りもちょっと見ていただいてね、どうも最近なんかちょっと彼から大事にされている感じがしないとかね、まあ自分もどうも彼を大事に思えないななんていうふうに思っている時というのは、二人の間にその緊張感というものはねなくなっていないかということも確認してみていただいてもいいかもしれません。さあそして、5番目こちらです。はい、まあ今の話に絡めてなんですけど、お互いの笑顔をね大切にすることができるかどうか、まあなんかねこう男と女の話になってしまう途端にね、やっぱりこう自分は幸せにしてもらえる人、自分は笑顔にしてもらえる人、私が笑顔にならないのはあいつのせいだ、また男は男でね、いや俺が笑顔にならないのはあいつのせいだとかね、俺は幸せになって心満ち足りた人生を作っていく、そのために彼女は俺にいろいろやってくれるべきなんだみたいなね、まあ、そんな話にお互いになっていく。いやそうじゃなくて2人で一緒にいるわけでね、だったら2人が笑顔になれること、2人がね、一緒にいる時間を幸せに感じられるような関係づくりができるかどうか、自分だけが幸せになるんじゃない、そして相手だけが幸せになるんではなくて、お互いのことをちゃんと幸せにしていこうね、お互いが、まあ、いわゆるねこう幸せの相和っていう方をこの話ではよくしてるんですけど、彼だけあなただけじゃなくて2人がね幸せになる、2人が笑顔になれるための方法を一緒に考えられる関係ですよね。まあ、これもさ、まあ、言われなくても当たり前だろっていうふうにね思われるかもしれませんけど、この当たり前のことをねついつい忘れてしまうから、結局ね彼のことを大切に思えなくなってしまったりとか、あなたはあなたで、ね、彼から大切にされなくなってしまったりというね、まあ、そういうことになっていってしまうので、まあこの1個前のね、適度な緊張感って話と同じなんですけど、まあ、笑顔をね、2人のことをちゃんと考えて、まあ関わりを持ち続けることができるかどうかというのが、まあ、大切にされるかどうかというところのね結構境目になる、そんなお話でした。さあそして6番目こちらです。はい、運が良くなるお相手ですよね。まあ、その人と一緒にいると運が良くなる人っていますよね。まあ、このあたりはもうコミュニケーションでどうこうとか、どうなんでしょうね、こう相手に対する愛だ誠実さだとかね、ああいう話とは全く関係なくて、まあ、本当にフィーリングなのか、まあ、もしくはなんかスピリチュアルなね何かなのか分からんけど、その人と関わってると物事が本当にねトントン拍子に解決をしていったりとか、まあ、その人と関わっているとね問題がなんかどんどんなくなっていったりっていう、まあそれは2人のね波長がたまたま合うということだけではなくて、まあ途中申し上げたようにお互いがね何かしら、補完し合うことがあって、補い合うことができて、それによってね今までできなかったことができるようになっていくっていう、まあそういうね、現実的な効果なのかもしれないし、まあそれこそ何か宇宙大自然の法則に何かしらの作用を生み出してね問題が解決していくことなのかもわからんけども、ただこの人と一緒に関わってるとなんかもうほんとねうまくいっちゃうんだよねっていう人って
いますよね。まあそういう意味ではそういう人との関係ってね、まあ男であれ女であれ大切にしたいなというふうに思う。だからあなたもね、なんかこの男性と関わってるとすごくうまくいくし、なんかこの人と関わり始めてからなんか宝くじバンバン当たったりとかするんだけどとかね、そういうことがあったらその人と離れたくないなって思うし、その人との関係ってすごく大事にしたいなって思ったりしますよね。いや別にさ宝くじじゃなくてもいいんですけど、なんかね、その人との関わりを通じて人生そのものがね、こう充実していくというか、日々の生活がね、なんかどんどんまあ上り調子に変わっていくなんていうことがあれば、まあ、そういう人ってねやっぱり手放したくないし、その人との関係そのものはね、その人にとってのこう宝になり得る話なので、まあ、あとは運がね良くなっていくためにどうすればいいかみたいな話っていうのは、まあ、こういう話の中でもね、これ結構前の動画なんですけど割といい話、自分で言うのもなんですけどしてるんで、まあ、この辺りもちょっと見ていただくといいと思います。こちら画像があって、こちらにリンク先もあるんで、まあ、運をね自分自身で良くするっていうのもあるし、彼との関わりを通じてね、まあ、2人のエネルギーによって運が良くなっていくこともある。ただいずれにしろね、まあ、運が良くなるな、この人と関わってるというふうに思われる人というのは、まあ、大体宝物のように大切に扱われますよね、そういうお話でした。そして最後7番目はこちらです。はい、身も蓋もない話というより身も蓋もないんですけど、一応言っておきます。正しい相手選びをねしているかどうかですよね。あなたがねどれだけ自分を大切にしていようが、お相手とね、どれだけお互いを補い合えるような関係を作ろうと努力をしようが、そういうことがね全く分かんない人っているんですよね、まあ、残念ながら、だからこれはねすごく大事なものだからなくさないでねと言って渡したものをなくしちゃう人っているんですよ。でそれは別にあなたのことを嫌いだからとかね、あなたを軽んじてるからじゃなくて、もうそもそもね自分家の、土地の権利書とかね、自分の銀行の印鑑とかまで平気でなくしちゃう。で、それはあなたのことが好きとか嫌いとかじゃなくて、もうそういう人に預けちゃうあなたも問題あるよねっていう、そういう話なんです。だから、あなたが大切にされる価値があるとかないとかっていうことではなくて、あなたのことを大切にする、そして、自分とお付き合いするお相手をね、大切に、まあ、接していこうというふうに、思えない人っていうのは残念ながらいます。で、そういう人とお付き合いをしてしまう。またそういう人を選んでしまう。まあそうすることによってね、結果的に大切にされないよねっていう、まあ身も蓋もないっちゃ身も蓋もないんだけど、でもそこが一番実は大事でさ、ちゃんとあなたの魅力を理解をしている、あなたというね、人となり、またあなた自身のね、こう、まあ、全体像をしっかりと把握をして、そしてなおかつあなたのことを大切にしたいなということを思ってくれて、そして大切に人をねすることができる力がある、そういう人を選んでるかどうかっていう、まあそこがね、まあ一番大事なところなのかなと。だから結局いつもね、私大切にされないんですとか、なんかねすごく粗末な扱いばっかり受けるんですっていう人にね、まあこれも少なくないのはさ、結局そういう男の人とお付き合いをしてしまう、まあ、なんとなくねそういう人に限って、まあ、口では綺麗なことを言ってみたりとか、うまいこと言ってみたり、ね、またあなたもその時寂しかったりとか、お相手がいなかったりとか、まあ、なんとなく優しい言葉をかけられてっていうことで、まあ本当にね小石につまずいたような感じなのかもしれないけど、そのままフラフラっと言ってね、その人と付き合って結果的に私大切にされないなんていうことを言っていても、まああんまりなんかね生産性がないというか、あんまりこうねそこから問題の解決にならないことが多かったりするんで、まあ、そういう人であるならば、まあ、早いところねさようならとして、いやいいんですよ別に大切にされないけど、それはそれでね私でも好きだからいいっていう風だったら、それはそれで全然いいんだけど、いやでもやっぱり私大切にされたいわと思うんだったら、まあ、ちゃんとね大切にしてくれる人のところに行った方がいいんじゃないでしょうか。またそういう人をねしっかりとお選びになった方がいいのかなと思います。まあ得てしてね、やっぱりこういつも大切にされる人っていうのは、自分のことをね大切にしてくれるお相手をしっかり選んでるかどうか、そして大切にする能力のねある男性とお付き合いをしているかどうかっていうところに行くので、まあ1番目からね6番目の話を全否定みたいな話になっちゃうんですけど、まあ全否定するわけじゃないんだが、まあ、それはそれでね1番目から6番目の話は大事に考えていただきながら、まあこの6番目の7番目のね話もまあしっかり押さえておいていただくといいのかなと、まあそういうお話でした。さあということで、全7項目をご紹介をさせていただいています。まあ最後7番目のところで言いましたようにね、まあ、最後は人と人との関係なんで、まあ、あなたがどれだけね、まあそういう思いを持っていたところで、相手がねそういう気持ちがない人だったら、まあ、これはどうにもならないと。ただ逆に言うと、せっかくねあなたが
大切にしてくれそうなお相手とお付き合いをしていたとしても、1番目から6番目のあたりをねちょっとおろそかにしてしまうと、まあ、結果的にね大切にされなくなってしまうこともあると、まあ、いうことなので、まあどっちが大事かというとね両方大事なんですけど、まあ今あなたとも彼の関係の中でねちょっと自分大切にされてないかなとか、逆に自分もね彼のことを大切にしてできていないんじゃないかなっていうふうに、まあ、思うようなところがあれば、まあ、このあたりもう一回ちょっと見直していただくと、また関係をね良い方向に持っていきながらお互いを大切に思い合うことができる、しかも宝物のようにと、まあ、いうことになるのではないでしょうか。現場からは以上です。